糸島はメンバーの寮長の結婚式に今ちょっと来てます。もう大盛り上がりです。はい、はい、やってくれます。合格 の結婚式です。まあ、この後におめでとうございます。この後に自分らの余興があるんですけど、それが受けるか受けんかめちゃめちゃ心配です。コウスケおめでとう。小4ぐらいまではコウスケがもう世界日本で一番野球うまいと思ってたけど、大谷東北にえげつないのった、ごめん。ありがとうございます。コウスケおめでとう。以上。おめでとう。今日の主役は僕です。すぐ別のものに来た。おめでとう。幸せになってね。イエーイ。おめでとう。もちおめでとう。リコおめでとう。おめでとうございます。コウスケおめでとう。おめでとう。これから幸せに締めのお茶漬け。チェックチェックワンツー。男のくせになんていつもはからかう君も今日は満たして、君と会うまでの僕は情けないくらい小さく、自分のことさえ誇れないような弱い男でした。ありがとうございます。おめでとう。おめでとう。もう飛び入り簡単なことよ。お前が美咲ちゃんのことを愛しとうか愛してないかだけ。お前がもし愛しとるなら、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょよいしょ。ちょっとあれみんな気づいてない、あれすいません。今の東京から連れてきたコウスケ君なんですけど、ちょっと皆さんちょっと騙されてるみたいな、ちょっと申し訳ないで言いますね。実はこれ人形なんです。すいません。すいません。人形なんです。よろしくお願いします。はい、おはようございます。コウスケさんから皆さんへご挨拶でございます。お忙しい中、また遠方よりも私たち2人の結婚式並びに結婚披露宴にご出席いただきまして誠にありがとうございました。お二人のご出発です。今日一番の拍手をお送りくださいませ。よか結婚式やった。本当よか結婚式やった。間違いないよね。セグでは、ここでお二人から感謝の気持ちを込めて、エンドロールをご覧いただきます。はい、持田康介、美咲、ウェディングパーティー 2デイズ目。今日はですね、あの2人のためのサプライズケーキのちょっとメイクアップ用品を今からちょっと100均に買いに行きたいと思います。我らが誇る島イオンのダイソーです。ちょっと行きます。これよ、これに購入肉やろ、これに購入肉やろ。
今、磯の家について今先ほどダイソーで買った100均グッズを今ちょっとデコレーションしてます。で、ちょっとフミ、プーちゃんも合流しました。プーちゃんちょっと今集中してます。茶色で何かを見出せる自信がね。すごい。すごい。太一じゃないよ。じゃあ、 まあこれから何か困ったことあったら。じゃあ仕切り直して乾杯。乾杯。お疲れ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 。よし、なんか飛び込み行こう。あ、そうファイヤー、超ファイヤー、超ファイヤーって。なんでスイカって赤いっちゃろ。いや、俺もね、島町、それは海と山に囲まれた自然豊かな町。今回はその一つである、皆様にケアの海水浴場の夕日、海を、堪能していただきたいと思います。それがこちらです。もうここに来たらもう何もいらない。お金も腐った人間関係も、いるのは少しのお酒と音楽だけ。ありが
とう。ありがとう。まずありがとう。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ありがとう。またね。じゃあね。バイバイ。ハワイ旅行か。どうなることやら。ストーリー第1話、お互いハッピーエンドで終わることができたので良かったと思います。以上